さあということで、本日2本目の走行、15時からの走行が間もなく始まるんですけど、皆さんやばいっすよ。さっきエアポッツでさっきの走行は通話しながらちょっと話してね、走っていたんですけど、中澤さん今度ねちょっと通話なしで走ろうと思います。無言でね、多分ガチですもん。で今しかも中澤さん車のセッティングかなりいじってたんですよ。さっきの走行で話してたと思うんですけど、なんかシートベルトのポジションが合わなかったみたいで、屋根外してまでシートベルトを直して、ちょっとやっぱりねかなりストイックですよね、こういうところ。今回の走行はね、彼はかなり気合入ってると思いますよ。ちょっと剣持ってるやつが、剣持ってるやつがいなくなっちゃって。袖ヶ浦フォレストレースウェイ、いよいよ走行でございますが、2本目ですね。結構ね、1回目の走行はなんとなくまだね感覚をつかむぐらいなあれでしたけど、ちょっとこの2本目は足を固くしてみたので、その辺でもまたちょっと変化がね出てくるかなと思うんですけど、足を固くするとやっぱこういうねコーナーですごく粘ってくれるようになるので、結構大きい変化として出てくるんじゃないかなと思いますけど、さっきの1回目の走行が1分24秒ぐらいだったので、そこからねタイムアップすることができれば足のちょっと硬くした効果があるということになるんですけど、結構でも粘るようになった気がするな。いい感じですね。この辺の粘りも結構出てきた気がする。
もうこっちの方がいいっすね。めちゃめちゃ粘ってくれるようになった。出てきても分かりやすくなったっすね。限界がすごく、この最終とかもすごい限界が高くなったな。ああ24秒3、ベストですね。この周囲かも。23秒、いいんじゃないですか。1秒ぐらいタイムアップしたのかな。タイヤがね、熱だれしてきてるんで。
ちょっと話します。熱が上がりすぎてるんでね。今ベストラップは23秒4ぐらいまで出ました。ちょっとこっちの窓開けます。暑いんで。今走行開始して15分ぐらいなんですけど、でもね、さっき1本目の走行と違うところは足回りのちょっと減衰というものをちょっといじりまして、でちょっと硬くねなってるんですけど、だいぶ硬くした分車がすごくこう踏ん張ってくれるようになったので、コーナーでね車がすごく粘ってくれるようになりました。でそれが多分このね1秒ぐらいタイムアップにつながってるんだと思うんですけど、だから車のそういう風に挙動をね抑える、まあセッティングですね、簡単にできるセッティングをするだけでもやっぱ全然ね車って変わるんですよね。ちょっと油温と水温を下げるために一回ピットに入ります。ちょっと暑いんでね窓も開けます。さっきねこれ走りながらここのメーターがピー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 言ってたと思うんですけど、これはこの、まあ、油温と水温のこのメーターがこっちが油温でこっちが水温なんですけど、今オイルが120度かな、でウォーターテンプが100度を超えると、まあ、ピー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 ちょっと音がするように設定してるんですけど、要はこのオイル水温これが2つとも上がりすぎるとやっぱり車が壊れちゃう原因にもなってしまうので、その辺をこの水温と油温計でコントロールしながら、上がったらちょっとこういう風にピットに入って、車をちょっと休ませるということをします。じゃあ行きます。ちなみにこのピットロードは、50キロ制限なので、ちょっと暑いんでね左の窓だけちょっと開けていきます。おおお、赤旗になってしまった。赤旗です。せっかくピットロードまで出てきましたが赤旗になってしまったのでセッション中断です。さあ、はい、一日が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、2本目はちょっと途中赤旗が入っちゃったりして、はい、あんまりちょっと走行が取れなかったのと、はい、あとちょっと赤旗中に僕の車の GoPro がですね電池切れを起こしてしまいました。なるほど。あまりちょっと走行シーンが取れなかったんですけど、うんうん、でも2本目、はい、僕ベストタイムが出ました。お、1分23秒4。おー、素晴らしい。これあのいい、ね、さっき1本目走った時よりも、はい、あの足をちょっと硬くして、はいはいはい、減衰調整というダイヤルがついてるんですけど、うん、そのダイヤルを調整すると、うん、車のこう姿勢を
変化する量をちょっと減らせるんですよ。あ、なるほど。それをやったら、はい、ポーンとタイムが上がったので、だからやっぱりその姿勢変化を抑えるだけで しすぎちゃってたんですね。そうなんです。姿勢変化を抑えるだけで、はい、それでタイムに反映するというのがちょっと見れたので、それは面白かったですね。面白かったですね。そうだね、はい、僕はもうちょっと練習が必要ですね、はい、いやいやいや、結構、ね、レミさんでもタイヤがね、タイヤがちょっとね最後ね、はい、もうちょっと途中からもうズルズルでしたからね、はい、ちょっと2本目映像は撮れてないんですけど、はい、僕ちょっと途中で江口さん後ろからちょっと追っかけようかなと思ったんですけど、はいはい、コーナーすごかったですね。すごかったですね。ブレーキングして出段して単位したらもう鉄がうわーみたいなこれはダメだって一人 D1 グランプリみたいな、そうそうそう、ね、そういうのしちゃいけないですからね、はい、はい、でも楽しかったですね。いや楽しかったです。暑かったですけどね、まあ、うん、かなりこの秋のね強い日差しがまだ残ってる中で、はい、台数もかなりいて、ね、そうですね、うん、やっぱりこの袖ヶ浦サーキット結構ね、はい、アクアライン通りも東京からも近いので、うん、1時間半ぐらいですかね、うん、そうですよね、まあ、うん、全然すぐ来れるので、そうそうそう、で今日は、祝祭日だったので走行料が1枠4200円ですけど、そうですね、はい、平日だと3600円かな、そうですね、はい、ちょっと安いんですね、はい、でこのピットも走行する人だったら無料で使えたりとか、うん、もうまあ、カートの方が手軽は手軽ですけど、そうですね、でも車をこう4輪を、ね、走らせたいなという方でも、うん、結構手軽にライセンスさえ取れば、そうですね、ライセンスもね、だってライセンス取れてその日に走れるっていいですよね。いや本当に、うん、午前中ちょっと朝早いですけど、うん、でもちょっと頑張ってきて、そうそうそう、で午後もう走ればそんな眠気なんて吹っ飛びますから、ね、そうですね、うん、この後疲れたら寝るといいかな、ね、はい、そうなんですね、はいはい、そうですね、もう走行ないんですもんね。ねえ、本当まだ走り痛そうな感じですけど、ね、もう帰るんですか。はい、まだ5時でここ閉まりますんで、いやいやいや、帰ってください。いやいや全然、あともう6時間ぐらい入れますよ。いやいやいや、もう車ぶっ壊れますか。止まりますか。布団持ってきて、なんかちょっとこの辺 ね、明日平日ですからね。明日平日なんだね。ちょっと空いてるかもしれないので。いやちょっとね、やっぱり楽しかったです、ね、はい。車が決まってきて、その成果を発揮して、はい、いい感じですね。そうですね。はい、で、まあ爆走拓也君今シーズン7ですけど。はい、これが今後どうなっていくのか。そうですね、まあ、今日ロードスター走らせました、はい、まあ、ロードスターね今後またいろんなサーキットで走らせると思いますけど、うんうん、あのこのね爆走拓也君のこう、まあ、プロデューサー的な部分がありますから、あ、すいろんなところをこうね、いや僕のタイムは重要じゃないんですだからタイムは重要ですよ、です、ね、タイムは重要ですけどもうちょっと頑張ってください、ね、はい、はい、でも今後、はい、今後ね、やっぱりもうちょっと、はいはい、あのカートも速いカートももうプライベートでも乗られてますし、はいはい、まあ、徐々に、はい、まあ、プロデューサーの意見としては、はいはい、ちょっとね、ワンランク上の車に乗ってほしいなっていうところを、はいはい、あの考えてはいるので、はい、ディータ乗りました、はい、ロドさん乗りました、はい、というと次はというと、まあもう、今度はね、タイヤがむき出しになってるような車をね乗ってほしいなって、あのカートもタイヤむき出しになってますけど、はい、ビータは、はい、カートじゃ、あのカートじゃなくて車ですよね、はい、4輪、はい、4輪のタイヤがむき出しになってる、はい、フォーミュラカーってやつ、ね、そういうことですね、はい、F1 とか F1 はね、 F1? ちょっとね、 F1 はちょっと関係者界隈からブーイングがきますよ。そうですね、まあ、でも F1 をね頂点としたそのフォーミュラーのこういうピラミッドがありますんで、そこにはいろんなこうフォーミュラーカーがあるので、ちょっとね、そういったところもちょっと視野に入れて、それありたいですね、はい、ぜひ乗っていただきたいですよね、皆さんね、はい、うん、あ、まあ、それにはね、はい、まあ、いろんな方たちの協力も必要になってきます。そうなんです、はい、なのでちょっとそういうところも含めて、はい、まあ、あのぜひ中田さんの、はい、やっぱりまあ夢であるところ、はい、こうやっていうのはね、あの僕の夢でもあるんですよ、はいはい、まあ、ちょっと深い話になっちゃうかもしれないですけどね、まあ、そうですね、はい、まあ、ちょっといろんなところで皆さんの協力もいただきながら、はいはい、ちょっとマジでね、ぜひ応援してください。行けるところまで。松田君、はい、バクタ君と中澤さんをね、そうなんですよ、はい、もう意味わかんないぐらいサーキット行ってますし、そうっすね、意味わかんないぐらいジム行ってるんで、はい、まあ、その意味がわかるときがね、そうなんです、おそらく、はいはい、近々来るんじゃないかなというところを期待して、はい、頑張ります。シーズン7をこのあたりで締めさせていただければと思いますが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。